これは加藤残す。中央から手を挙げているのはレオナルド。さあ加藤だ。レオナルド点でシュート。決まった。レオナルド加藤から点で合わせた絶妙のパス、点で決めてったレオナルド、今季6点目。海がいます。中央か、内山ヘディング、ヘディングシュート、海、そしてレオナルド、レオナルド。そしてベンチの須藤監督が指を指した。決めたのはリーグトップスコアラーの。クリアしようというところ、フェルナンジーノにボールが渡ります。さあカウンターになるか。レオナルドが走っていく、レオナルドが走る、ゴールキーパーここに出ている。さあレオナルド、ゴールキーパーは空いていた。決まった。1点返したレオナルド。ガイナール鳥取、相手の隙を見逃しませんでした。これで1点返して1対2。内山クリア、このクリアボールをレオナルド、前に加藤がいるぞ。加藤につながるか。加藤足が速い。加藤1対1。さあどうする、右足。